はいこんにちはレトスのオムです今回は定期借地権についてスライドを使って解説させていただきますまず定期借地権ってどういった借地権なのかを解説いたします定期借地権というのは更新のない借地権なんですね更新がある借地権については普通借地権です まずこの違いですね。ここを頭に入れておきましょう。更新があるのが普通借地権。更新がないものが定期借地権と。まずここは頭に入れておいてください。で、定期借地権については3つの種類があるんですね。1つ目が一般定期借地権。2つ目が事業用の借地権。3つ目が建物譲渡特約付きの借地権。3つあって、それぞれ内容が異なります。まず何が違うのかというと。 まずは存続期間です一般定期借地権については50年以上で定めなければなりません事業用借地権については10年以上50年未満で定めなければなりません建物譲渡特約付きの借地権については30年以上で定めなければなりませんこのように存続期間に違いがあるのでこれはそれぞれ頭に入れておきましょうで続いて特約の内容です 一般定期借地権と事業用借地権については、まず最初にもお伝えをしたとおり、更新がない、これを特約に記載しなければなりません。また、再築による存続期間の延長はないですよ。これも特約に入れておかないといけないです。さらには、建物買取請求権もないですよ。この3つですね、この3つを借地契約の中に入れておかないといけないということなんですね。 この内容については、一般定期借地権と事業用借地権、共通の内容となります。で、この特約の仕方についてなんですけども、一般定期借地権については、書面で行わなければなりません。これは公正証書じゃなくてもいいです。書面であれば OK。一方で、事業用定期借地権については、この特約の内容っていうのを、公正証書によって契約しなきゃならないんですね。こういった違いありますんで、ここは注意をしておきましょう。今言った内容の一つでも欠けてしまうと、 一般定期借借地地権権だったり事業用借地権にならならいんですね例えば1から3の内容を満たしているでも存続期間が5年だったとかまたは60年だったみたいな感じでここの10年以上50年未満これを満たしていないとなってくるとこれは事業用借地権にならないんですよまた一般定期借地権についても例えば40年で定めたとかこういった場合も一般定期借地権にならないんですねつまりここの内容全て満たさないといけないんです で満たしていないとどうなるかっていうと定期借地権じゃなくて普通借地権になっちゃいますのでこの点注意をしておきましょうで一般定期借地権についてはどんな建物を建ててもいいんですね制限ありませんで一方で事業用借地権についてはもっぱら事業用の建物じゃないとこれは事業用借地権になりませんのでただし居住用建物は除かれます 例えば、投資用のアパートを建築する目的で事業用借地権これはダメなんですね。アパートっていうのは居住用じゃないですか。だからダメなんですよ。あと、居住用のマンションとかもダメですね。一方で、事業用として商業ビル、これを建てるんだというのであれば、これは問題ありません。これが一般定期借地権と事業用借地権ですね。 そして、建物譲渡特約付きの借地権なんですけれども、これは先ほど言った通り、存続期間は30年以上で定めて、で、借地権設定後、30年以上を経過した日に、借地上の建物を借地権設定者、つまり地主ですね、地主に相当価格で譲渡する旨の特約があるもの、これが建物譲渡特約付きの借地権です。この内容を見ると、更新ありませんよね。例えばこれ40年って存続期間決めて、 40年を経過した時にその建物を地主に相当価格で買い取ってもらうということは更新はないって話ですよなので定期借地権に入っているって話ですねでこれは口頭で行ってもいいですまたどんな建物であっても制限ありませんのでこの点も頭に入れておきましょうで内容的には難しくないんですけれどもこれ全部覚えなきゃいけないんですねこれあえて、 赤文字とか青文字とかにしてないんですけどもその理由はすべて重要だからなんですよなんでこれはすべて頭に入れておきましょうで理解すべき部分については別途個別指導で解説させていただきます理解すべき部分分からないなという方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでそちらからご確認くださいあなたの事故をお待ちしておりますレトスのオムでした